俺いまだにビール苦くてそんなに得意じゃないもん。辛いのもダメだし。かわいい。苦くて無理。ね、そう苦いじゃん、だってビール。いや、私もちなみに無理、普通に苦くてビール。そうだから俺は味覚が子供の頃からあまり変化してないんですよ。え、ってことは、え、でもあれだよ、なんか大人になるにつれてさ苦手なもの減るっていうじゃん、うん、なんかあれって下のなんか細胞がどんどん老いて死んでいくから鈍ってる。そう、鈍ってなんか嫌いなものが減ってくらしい。人間がまずく感じる理由ってなんかその危ないものを体に摂取しないようにしてる本能的なやつらしいから。マツキやばくない？じゃあそば食っちゃうじゃん。いやもうそばって書いてあるもんは食わないよ。アレルギーだから。そばアレルギーなんだ。アレルギー、そばアレルギーの人初めて会った。私も初めて出会った。食べると死ぬらしいよ。食べると死ぬ。え、すごっ。もう毒じゃん。そこまで行ったら。え、なんか俺殺したい時はない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 。だからみんなでパーティーするって言ったら、マツキにこっそりそば食わせたら、そば粉を混ぜたらもう完全犯罪。一撃。完全犯罪ではないけど。絶対バレるけど。経路でバレるくない？普通に。気をつけないとじゃん。だって、じゃあコンビニとかで、ちゃんとそば粉が入ってないか確認してからじゃないと。ね、具材見ないと。ない？ね。なんかね、一番結構怖いのは、焼肉屋さん行った時に、なんか、冷麺がそば粉使ってるタイプがあって。ああ。それとかは気をつけてる。まあね、うん、どんまいすぎ。ちゃんと聞くんですか？入ってますって。聞きます聞きます聞きます。死んじゃう。命に関わるもんね。まあ、そうか、死んじゃうからな。ね、アナフィラキシーショック。アナフィラキシーショックではないだろう。え、違うの？アナフィラキシーショックって、え、蜂に2回刺されるとなるんじゃない？そう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 。え、あれってでもアレルギー反応でしょ、要するに。あ、まあまあそうだけど。そばのやつもアナフィラキシーショックなの？だと思うよ。うん、アレルギーって、アレルギーで死んじゃう人はアナフィラキシーショックじゃないのか？全部そうなの。全部そうだよ、多分。調べてみよう。アナフィラキシーショックとは、とは、アナフィラキシーガイドライン。アレルゲンなどが体内に入ることによって、複数の臓器や全身にアレルギー症状が現れ、命に危険が生じる。過敏な反応が出ることをアナフィラキシー。ほら合ってるやん。おお、そうでしょ。すげえ、知恵の泉じゃん。怖いね、アレルギーって。でもなんかちっちゃい頃にいっぱい食べたものとかもアレルギーとして出ることあるらしいよ。そば好きだった？ちっちゃい頃。え、消えた？急に消えた。今の流れだと絶対浜月さんではあるんだよね、話しかけてるの。食べたことないんだって。食べたことないんだよ。あ、じゃあ血液検査とかで。あれなんだ。いや違う、なんかね、うどん食べた時になんか一緒の釜で茹でてて、そばを。ああ、それすらダメなんだ。かわいそう。え、それもダメなんだ。そう、一緒に茹でてたりしたら結構もうジジジジ。めっちゃ過敏なんだな。じゃあ窓の外行か。窓とかでわからん。来たー。いけんの？いけんの？配信中です、配信中です、配信中です。ガチでありがとう。すいません遅くなって。この人がいけるかどうかわからなかった人です。いつも最後のピースエクサアルビオだな。いや、パスタ食べてたのは松木さん。やめてくね。パスタ大丈夫？あの、そばと茹でられてなかった？そのパスタ。怖いよ。ブラックジョークすぎない？